士山の見える場所に未来都市が誕生します。この未来都市の構想を主導するのはトヨタで、先日ラスベガスで開催された世界最大の家電 IT 見本市 CES2020 CES は CES とも呼ばれますが、その会場でトヨタの豊田章男社長が直々に明らかにしています。こちらではこのニュースの概要と海外及び日本国内の反応をご紹介いたします。皆様こんにちは、ナビゲーターの葵です。年初に開催された CES2020 ではソニーがビジョン S という電気自動車のプロトタイプを発表したことも話題になっていましたが、そちらの方は桜に譲り、私の方では規模の大きさで目を引くトヨタの未来都市構造をご紹介したいと思います。トヨタが思い描いているのは一体どのような都市なのでしょうか。早速ニュースに入ります。トヨタ自動車は1月7日から10日までラスベガスで開催されていた CES2020 で、様々なものやサービスがインターネットでつながり、住民の利便性向上に役立てる実証都市コネクティッドシティを富士山東側の麓に位置する静岡県裾野市に建設する方針を発表しました。着工は来年初頭と、とても早く、費用は明らかにされていません。ここではトヨタの従業員ら約2000人が実際に暮らし、自動運転車両やロボット、人工知能 AI などの最適な活用法を探る計画です。建設場所は今年末に閉鎖予定のトヨタ自動車東日本東富士工場の跡地で、使用するのは約71万平方メートル。イメージでは東京ドーム約15個分、東京ディズニーランドでは 1.5 個分に相当する面積になるそうです。このコネクティッドシティはウーブンシティと名付けられるのですが、ウーブンとは織り込まれたという意味があり、トヨタの前身が紡績会社だったということを考えると、とても素晴らしいネーミングだと思いました。都市の設計はデンマークのレゴ本社に建てられたレゴハウスや911で破壊されたワールドトレードセンター跡地に、来年完成予定の2ワールドトレードセンタービルなどを手掛けた著名建築家ビャルケ・インゲルス氏に委託したそうです。かなり斬新な都市が誕生することは間違いなさそうですが、インフラには太陽光や水素による発電を活用する考えを示しており、住宅ではセンサーと AI を使うことで冷蔵庫を自動で補充したり、ゴミを捨てたり、住民の健康状態を自動でチェックしたりできる機能も検討されているそうです。今の生活に不便さがあるからこそ、こういう都市にはとても憧れるのですが、一昔前と比べると何かをする時のアクションが最近は非常に限られているように感じます。例えば一つの答えに複数の過程があるものでも、最近はマークシート、またボタン一つで考えることなしに美味しいものが出来上がってしまうとか、それが家の管理にも幅を利かせてくると、とても楽な反面、そのボタンのある場所や押すタイミングを間違えてしまったり、また正しくボタンを押してもシステムエラーで機能しなくなることがパソコンレベルでも多いので、ハッキングの問題も考えると、私みたいな IT 音痴はとても不安を覚えます。自分が管理できないことに対する不安が根底にあると思うのですが、自動運転の自動車もそうですが、システムに身を委ねられる人とそうでない人とで、はっきりと好みが分かれるところだと思います。ただ今よりもさらに便利になっている次の世代には、今度はどのような進化が待っているのか、怖くもあり楽しみであるような気もします。それはともかく、来年初頭のウーブンシティの着工、今からとても楽しみです。トヨタの未来都市構想、海外ではどのように感じているのでしょうか。日本国内の反応と合わせてお聞きください。それでは海外の反応をご紹介いたします。水素の利点は貯蔵できることかな。貯蔵に関しては太陽光や風力などの再生可能エネルギーの方が分が悪いよね。同じようなことをやってたアニメを以前見たことがあるんだけど、結局いい結果にはならなかったような気がします。そもそも日本の都市はもうすでに未来都市じゃないか。 UAE は
これをマスタールシティでやってるよ。でもなぜわざわざ富士山のふもとに作るんだ？いつか行ってみたい場所になるだろうね。水素燃料で機能する街がなぜ未来都市になるのかな。日本は水素自動車に特に力を入れてるからね。トヨタはそのアイディアを主導した最初の会社の一つなんだよ。日本は水素に対してそう積極的ではないように思えます。トヨタはその逆なんだけど、未来が売れてないらしいから、もしかしたら販売戦略の一環としてこの未来都市を作るのかも。水素燃料電池に関してはトヨタが一番熱いよね。世界はリチウムイオンが主流なのに。水素燃料電池は未来志向じゃないってこと？そうだとしたら聞き捨てなりません。早くトヨタ株を買いに行かなきゃ。サムスンも韓国で同じことをやるらしい。きっと労働者をもっと効率的に働かせるつもりなんでしょう。有言実行で知られている日本のことだから、きっとこの構想は実現するでしょう。日本のアミューズメントパーク、ウーブンランド完成っていうことになるのかな。これはすごい発表ですね。日本を全面的に支持します。活火山のふもとに天文学的な水素を貯蔵するんだね。これは成功間違いなしですね。水素は多くの問題を解決してくれるアイテムだと思います。さすが世界のトヨタですね。富士山は静かな山なんだろう。来年からの建設作業でドラゴンが目を覚まさなきゃいいんだけど。日本国内の反応です。批判的なコメントが結構ありますが、自分は少なくとも前に進もうとチャレンジする企業や計画は素直に応援したいですね。ネガティブなことを言うだけで何もしない人間よりはずっとマシです。一企業では成し遂げられない構想だから、賛同する企業がどんどん仲間に入ってくるといいですね。それに国や地方自治体も積極的に絡んでいかないといけません。失敗したら広大な廃墟の都市になりかねませんから。今はどうだろうか。かつてトヨタの中にカーライフを中心として未来を描く部署がありました。今回の件は驚きではなく、奥田元会長の言われた変わらないのは悪であるが根付いているだけのこと。数年前の CM でその姿は導かれていたと思います。一企業が管理する区域なら私有地的な考え方になるのかな。もし私有地としての括りになるならば、法的な縛りが緩和された環境の中で様々な先進的実験を実際の生活環境に対して行うことが可能になると思います。豊田社長が言うように、この指止まれ的にトヨタ以外のいろんな分野の企業が賛同していくのがいいのかも。世界を席巻するアイデアが生まれるといいですね。イマジネーションに限っては、トヨタやトヨタの関連企業が一番苦手な分野と思うだけに、新たな人材が必要でしょうね。景観のいいところなので、日本の未来都市にぴったりの場所だと思いますが、南海トラフの大地震により、富士山が噴火した時を想定して、それでも機能できるレベルのものを作ってもらいたいです。ソフトバンクとの提携、プリファードへの出資など、車屋さんの枠を飛び越えたメガテック企業に変身し、生き残りを図る戦略ですね。秋尾さん10年先を見越してます。これはすごい構想です。参加したい個人や企業がたくさんあるでしょうね。面白い試み。お金もかかりますが、すごいですね。でもいざ自分がとなると、住むのは嫌かな。ネットでつながる街といえ、どこで盗聴盗撮されてるか分かったもんじゃありません。アメリカではアップルやマイクロソフトが企業都市を作ってるしね。富士山の噴火リスクが高すぎます。片隅でもいいので、ホンダも入れてください。チャイナやコリアを潜り込ませないように。電気自動車が加速的に普及するかどうか、まだまだ懐疑的な見方があるのも事実です。ただ、普及してから動いているようでは手遅れですよね。これは本当に素晴らしいプロジェクトだと思います。今求められているのは、進化するテクノロジーをどう利用して、どう活かすか。そのソリューションを創造するプロジェクトだと思います。トヨタが単なる自動車メーカーから脱却して、総合メーカーへと昇華する試金石です。トヨタを応援します。JR 御殿場線を一部ルートを変更し、敷地内に東富士駅を新設すれば、小田急ロマンスカーの乗り入れも可能になり、新宿まで直結します。
鉄道事業者、行政も積極的な対応をしてほしい。国が規制だらけだから、自分の敷地でやらざるを得ません。秋尾社長の覚悟が見て取れます。今日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。学生の頃、親の影響で眉村拓さんの小説にハマったことがあり、中でも好きだったストーリーは、良かれと思ってやったことが結局そうではなく、予想もしなかったとんでもないことが起こってしまった、というオチのあるお話がとても好きだったことを思い出しました。眉村作品は SF なので、今回の未来都市と私の中でイメージ的に被った部分が多くありました。小説だけの話だとずっと思っていたのですが、今回トヨタの敷地、またトヨタの社員がシミュレートするということで、世界的にとても意義のある実験だと思います。便利になることが本当にいいことなのか、一つ間違えばプライバシーがなくなってしまうのではないかという心配もあるのですが、利益追求のためにその大事なところに目を塞がない、そのような公平な評価をしていただきたいと願います。それでは今日はこれでお別れです。次回もお付き合いくださいね。葵でした。よろしければチャンネル登録をお願いします。